お疲れ様です。今回、ラクマートでね、商品を注文して、今、手元に届きました。で、発注した商品が、こちらの方の、箱なんですよね。透明なクリアボックスで、中にほら、衣装とか、おもちゃとか、小物をこう入れるのにね、適してると思いますけども、とりあえずね、いろんなサイズを買いました。一番でかいやつも買いました。これがね、54cm×40cm で、布団とか入っちゃうやつですよね。それからこれも同じようなサイズですけども、買ってしまいました。で、こういうのと、中身がね、クリアに見えるやつも買ってみました。これもサイズがね、でかいやつから、ちっちゃいやつまで様々です。で、これをね、全部買って送料込みで買うと、例えば単価が8.60ってなってるでしょ？だいたいこれに20円かけたらいいんじゃないかなと思うんですけどもね。で、送料がこういうふうについてるよってことです。細々といったことがね、混乱しちゃいけないんで、ざくっと言うと、商品価格96.80元でしょ？で、だいたい1元20円なんで、これですね。合計金額が、ケースを8個買ってね、いろんなサイズ。3000円もしないわけですよ。ただ、送料が結構高かったです。送料がね、だいたい概ね1万円だと思ってください。そうなると、8個のケースを買って1万3000円ぐらいなんですよ。高いなーって感じがするでしょ。でもね、近くのホームセンターでこれだけ買った方が実は高いんですよね。あとは、発注数によってはどんどん割安になっていくんで、この中でね、気に入ったサイズがあったら追加発注をね、ある程度の数をまとめてしてもいいかなと思っております。はい、ということでね、じゃあそれぞれの箱のサイズを見ていきましょう。色付きと色なしの方、でかい方から順番にお見せいたしますので、こちらの動画をどうぞ。はい、それではね、実際に購入した8つのケース、こちらが色付きでしょ、4つね。こちらと色が付いてないクリアな方を4つこれで積み上げてみました。で、比較対象としてこのようにミニリットルのペットボトル、それからいつもの600ミリリットルのペットボトル、これをね、持ってきましたんで、どのように見えるかちょっとね、考えていきましょう。さあ、それではまずは、こっちの方ですけども、この小さいやつね、特徴としては上にほら、取っ手がついてますんで、非常に扱いやすいですね。で、ここ、ちゃんとね、パカッとね、閉じれるようになってますので、これ、うっかり転ばす心配がないです。さあ、こちらの方ですけども、どのぐらいのものが入るのかな。500のペットボトルは入りませんね。で、入れるとこんな感じ。ですんで、例えば、CD とかカセットテープを入れるのにちょうどいいかなと思いますけども、カセットテープって表現がね、もう古いですね。これ何入れようかな。はっきり言って何入れようかなと思ってます。はい、次に大きいやつです。これも同じようなパターンで、上にね、持つところがあって、パチンパチンと閉じるタイプです。で、これはおそらく、入りますね。これ、500ないしは600のペットボトルがこうやって入りますので、4本ぐらい入れることができますね。で、立てるとさすがに蓋は閉まらないパターンですけども、それなりにこれはね、使い勝手が良さそうです。これはなんか結構使えそうですね。こうやってね、持ち歩いてね。じゃ、次です。落ちちゃいましたね。次、なかなか大きめのサイズですね、これはね。これもね、同じように蓋ができるタイプですね。じゃあ、この600、ちょっと頭が出る程度ですか。で、横にすると完全に入っちゃいますね、これね。深みはこんな感じですね。わかりやすいでしょ？深さ。これ。で、ちなみに2リットルサイズのペットボトルは、こういう形じゃ入んないかな。斜めでもちょっときついかな。こういう風に入れると、4本か5本ぐらいは入りそうですね。これね、こういう形でございます。何入れようかな。ちなみに A4 の紙、A4 の紙は全然入りそうにありません。これはね、ダメですね。これはぴっちり入りそうですよ、次に大きいやつは。まず A4 の紙から入れていこうか。ね、A4 の紙を縦に入れると、こう、オーバーハングみたいになって、上の方がちょっと大きいんでね、下の方は四隅がちょっと欠けるような感じですけども、上の方はまっすぐ入るかな。だからこういう風に入れたら、万々歳じゃないですか。こういう風に入れたら、真ん中の方だったら全然余裕がある入り方しますね。これは縦にファイルとか書類とか入れてもいいかな。で、
600のペットボトルですけども、やっぱり蓋は閉められないです、このままだと。これで蓋を閉めることはできないですね。はい。で、2リットルのペットボトルですけど、これはね、入りますね。こういう風な形で4本は入ります。そして4本入れた上で、蓋を閉めることもできます。まあ、こんな使い方でございます。はい。じゃあ、色付きはこのぐらいで、ちょっとね、解説終わって、ちょっと向こう行ってね、ということでございます。じゃあ、白行ってみましょうか。はい。白い方。まずは一番小さい方からね。これはさっきと違って全体が角張ってますね。で、開け方も同じ。で、頭にこうやって蓋のね、とってもついてるかなっていうところです。まずは A4 の紙行ってみましょうか。余裕で入りますね。ちょっとカタカタ開くぐらい。だから、A4 の書類をこう縦に積むのにいいのかなっていうところがあります。で、2リットルのペットボトル。あ、これは2つ入れたらもうね、縦の大きさがないですね。で、600。これもこんな感じで入りますかね。縦には入る。入るね。あ、縦に入る。だから、ペットボトルを2、3、4。まあ、8本ぐらい入るんじゃないですか、これ。8本ぐらいは。で、中も見えやすいという、そんな入れ方でございます。ね。で、次に大きいやつ。これはね、まあ、衣類を入れるのにちょうどいいかなっていうところですね。はい、開けてみましょう。開けて、600がなんとついに縦で入るようになりました。ペットボトルがね、こうやって入ります。まあ、これにペットボトル入れたら持ち運びにすごく不自由で重くてしょうがないんで入れないでしょうけども、サイズ感としてね。で、2リットルのペットボトルも横に2つ並んで入って、4本入りますね、4本はね。こういった形でございます。はい、これもなかなかいいかなと。次、ちょっと大きめ。で、これ、ちなみに横幅は同じなんですけども、深さが違う2つのサイズが最後2つ紹介する商品です。こちらの方は完全に衣装ケースですね。衣替えするときに衣類を入れるようになります。で、キャスターは全て付いてません。で、網目が付いてるんで、ズレを防止するような仕組みにはなってるのかなと思います。ちなみに色付きの方は、なんかイギリスのマークみたいになってます。で、四隅にポッチが付いてますけども、特にキャスターが付いていたりとか、滑り止め効果ありませんね。で、この中にはもう十分物が入るんで、どうしようかな。特にこれを入れましょうみたいなものはもうないですね、これはね。こっちもそうですけどもね。かなり大きめのものが入るんじゃないかなと思います。これね、もう、スラックスとかね、お子さんの衣替えを全部入れたら完了すると思います。こんな感じで、ラクマートで買った、8つのケースですけども、我が家に一番合うやつをね、いっぱい買おうかなと思います。多分ね、このサイズが一番使いやすい。透明で、一番小さいっていう風に言って紹介したやつです。サイズで言うと XS ってやつ、スモールって書いてますけどもね。こちらの方が普段使いにはいいのかなと思います。近くのホームセンターで買ったやつが、あ、ダイソー。ダイソーで買った300円のケースがこれなんですよ。あ、それよりもちょっと大きいですね。でもね、今更思うんですけども、ダイソーの300円のこのケース、これが一番いいですわ。つまり今まで長い時間かけて紹介しましたけども、近くのダイソーでこの300円のケースをいっぱい買った方が、一般家庭の整理整頓には役立つと思います。なんで買ったんだこんなに。どうしよう。まあいいでしょう。それでは以上です。ありがとうございました。